卒業証書、伊藤洋二殿、以前は入会後長年にわたり、当青年部において精力的に活動し、その発展に著しく貢献されました。その功績を称え、当青年部の卒業生であることを称します。平成24年5月28日、徳島商工会議所青年部の会長、高須弁護士。それとですね、鈴江拓也さん、からですね、お便りをいただいております。ちょっと申し上げます。本日はご卒業おめでとうございます。このような晴れの日に欠席することは非常に残念で大変申し訳なく思っておりますが、せめてもの感謝の気持ちを取らせていただきます。伊藤洋二様には私個人といたしましても大変お世話になり、数年前に次世代を担う経営者様方数おられるこの会に歩みを進めていただきました。そのおかげで今ここにご出席の素晴らしい経営者の皆様と深くそして温かいご縁をいただいている次第です。伊藤洋二様との出会いは私の中で非常に大きな財産となっております。この場をお借りいたしまして深く御礼いたします。今後とも変わらぬご指導お付き合いのほどよろしくお願いします。お手洗いをいただいてますの で、ご紹介させていただきました。おめでとうございました。ただいまご紹介に預かりました、斉藤元彦でございます。昭和36年、牛年生まれを代表して、一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。
本日は誠に我々、まあ、本来は5人なんですが、まあ、今日来ているのは3人ということで、過分なお褒めのお言葉をいただき、そしてまた貴重なお時間を取っていただきまして誠にありがとうございます。まあ、卒業式なんですが、こんなしゃべり返したら赤松ちゃんみたいなと自分で思いながら、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学と、そして、社会人になって、まあ、青年部活動を行って、まあ、何回かありますが、やっぱり、50歳で卒業っていうのは本当に最後かなと、最後の青年部活動やったなと、改めて、しみじみ思いながらこの総会の方に出させていただきました。まあ、50歳、まあ、人生半ばとみんな思ってると思います。気は若いんで、まあ、昔であれば人生50年と言われて、今頃は本能寺の変で、本能寺で火の中で能を踊ってたんじゃないかなというふうな年ではございますが、本当にびっくりするのが、ここの新入会員と卒業生の差、卒業するのが5人で入会が32人と、この中では本当ないですね。これはほんま一人に、会長をはじめですね、メンバーの皆さんの、活動のたまものというか、まあ、お人柄だと思います。本当に皆さん、この中に入ったことを誇りに思っていただいていると思いますけど、ますます、精進なさっていただいて、もっと活発に、さらに活発に、まあ、夜も含めてですね、ご活躍をされていただきたいと思います。これ何分ぐらいですか？いや、もう巻きが巻き、まあ、お時間も頂戴しておりますので、まあ、36年組とはどんなあれかというようなことで、時代背景からちょっとご説明させていただきたいと思います。まあ、昭和36年ですね、昭和20年に、戦争が終わりまして、復興と呼ばれている中、昭和30年になって、もはや戦後でないと言われ出したのが、昭和30年ですね。その後、まあ、朝鮮戦争とかもありまして、復興の拍車をかけたわけでございますが、まあ、ガチャマン時代、まあ、戦意ですね、旗を折ればお金が儲からぬガチャマン時代があって、あとは今度焼け野原となった、建築土木という、まあ、土木建築業の復興というようなところで、盛んな時代でありました。まあ、昭和36年と言いますと、39年の新幹線、そしてオリンピックで、34年の、美智子様の、まあ、妃殿下の ご結婚ご成婚というようなところで、非常に、もはや戦後ないって言われた30年代の中でも、まあ、華やかでありながら、まだまだ産業は復興上り調子だった時代、そういうふうな中で、まあ、今の中国みたいな感じで日本の秩序も、まあ、やっとできてきたぐらいの時ではなかったでしょうか。まあ、田舎に行くとやっぱり暴れん坊とかですね、そういう人たちもやっぱりこう体制をのさばらしておられまして、まあ、我々から言うと一番わかりやすく言うと、あのビーバップハイスクールご存知ですか？ビーバップハイスクール、あれはね、あの北九州市の話なんですが、ちょうどあの高校の時は作家の人と同級生ですね、まさに我々の生き様というか、北九州もそうやし徳島県でもそうやったですよね。本当に厳しい、弱いものは生き残れないというふうな中、我々こういうふうに生き残ってきたわけでございます。本当に昭和30年組なんで少ないやろと思ってたらね、やっぱりそういうふうな時代背景もあったんかなと。まあ、違う世界ではですね、例えば、まあ、反社会的勢力のところでは立派な、ね、親分さんになられている方もおったりですね、立派な、まあ、商工労働系で言えば、まあ、ここら辺というふうなところでですね、まあ、いらんこと言うね、まあ、我々、本当に経済人として36年組の生き残りといたしましては、本当にさらに徳島に残った人間として、本日こうしてですね、皆様方に、各も多数の皆様方に、お祝いをしていただけることは本当に嬉しく思っております。まあ、代表の挨拶で、ということなんで、まあ、50で卒業と、あと行くとこもないですけど、ぜひともこのご縁をね、切ることなく、我々といたしましては牛のよだれのごとく、細く長くですね、今後ともまたお付き合い、をしていただき、そういうふうな機会をお与えいただければと思っております。我々、生涯現役、生涯青春ですね。
はい、私もで、お貫き通したいと思っておる36年組でございます。また今後ともよろしくお願いしますと、申し上げてですね、最後の私の卒業生代表の言葉とさせていただきたいと思います。本当に、長い間ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。代表の挨拶となるところでしたが、伊藤洋二様引き続きお願いいたします。ありがとうございました。皆さんこんばんは。こんばんは。もうこれで終わりかなと思って降りる準備しておりましたが、ちょっとびっくりしております。今ですね、過分なこのような立派なあの卒業証書をいただきまして本当に、ありがとうございます。中杉明俊さんのこう会長の名前が入っておりまして、それからですね、鈴江さんからこんな、過分な、感謝の思いをいただきまして、途中牛乳が出てきたらどないしようかなってちょっと思いましたね。まあそんなこともなくですね、本当にありがとうございます。すいません、いきなりなんで。まあ実はですね、本当にもう50歳になって、まあ、さっき、まあ、3月に実は卒業したしとったんだなということで、まあ先ほど分かった次第なんですが、実はあの昨日ですね、実はゴルフ行ってまして、同じ年の人がですね、7番ホールぐらい、まあ、最後ですね、ちょっと熱中症で、倒れましてですね、まあ、私仕事から熱中症っていうのはたくさん見てましたんで、あすぐに危なあかんなと思って、まあ、救急車呼んだんですが、やっぱりもう50歳ということになってくると、これはちょっとやっぱり難しいなという体力をもう気をつかなあかんなというふうな気がしました。まあ、ぜひですね、まあ、50歳近い方ですね、まあ、たくさんいらっしゃると思いますが、今後ともですね